両チームのスターティングイレブンが今姿を現しました。共にファーストジャージです。その中でカウンター、岩手グリージョ盛岡、時田跳ね返ってきたボール、 B4 時から藤村というところ、藤村キープした、流したボール、進歩からゴール前に来る、ヘディングシュート決まった、和田のゴール、先制点は岩手グルージャ盛岡、今シーズン5ゴール目。 D4 次がこのショートパス、藤村が粘って、そして進歩から、最後は和田正史。現在2連敗中、岩手グルージャ盛岡の先制ゴールです。大事な大事な一戦でまず先制したのは連敗中の岩手グルージャ盛岡。カットして、さあ菊井から縦パスを送る、フリーで抜ける、このままいけるか、シュートまで持ち込めるか、キーパー正面、渡辺和真決定的なシーン。